아, 기타! 아이스 기타! だからボタンを押すなっつってんだよクリアできないんじゃないかって気がしてきたな。はい、というわけで始まりましたファミツー TV ジャンボ神谷博史です。はい、私のファミツー TV ジャンボ神谷総合です。はい、それではこの番組の説明お願いします。はい、この番組はゲストに来て、あれ、いないで、はい、ゲストに来ていただいた方のお気に入りのソフトをみんなで楽しくプレイしちゃおうっていうコーナーでございます。多分あれだよね、あの原稿がぐしゃってなさが読みづらかったんだよね、ともちゃんね、なんでぐしゃってなさか説明してあげて、うん、朝はちょっと明太子おにぎりを食べてたらドーナツが来たんですよ、はい、そしたらドーナツが素敵だったんでおにぎりをここに置いたらこうやって食べたやつをこうやって置いちゃったんだよね、ともちゃんね、はい、それから超来たカピカピになっちゃったんだよねあ、ともちゃんも言いましたけれども今回ゲストなしでございます。はい、なぜかと言いますとですねともちゃんには言ってなかったんですけど、はい、今月でファミツウェーブがですね休刊ということにそんな面白いこと言ってないよ、僕そんな面白いこと言ってないつもりで、みんなここでシーンってなるとこだったんだけどお前だけだからね、笑ってんの。いや、お休みになるんですか。あら、本当に今度は本当の本当に今回はとか言うなよ、お前本当によめんどくせえな、なんかいろいろ説明しなきゃいけないだろう、そういうこと言うと、まあ、そんなこんなでですよ、今日何をやるかっていうとですね、なんとドンキーコングでございます。ドンキーコング、トムちゃん好きなんでしょ。猿のゲーム好きですよ。猿っていうかゴリラだけどね。そうそうそう、うん、好きです好きです、うん、ゴリラは私がもう本当にゴリラぐらいですよ、私のことをじっと見つめてくれるのは。相手にしてこうなんかあうの、トムちゃんそこまでボール下げちゃうから自分の相手をしてくれるのはゴリラぐらいですよって、もう何なのお前、どういうふうに扱えばいいの分かんなくなっちゃったんだけど。違う違う、動物園に行って、うん、無言の呼吸って分かります？無言の呼吸、もうそれなんか死んじゃってないか、大丈夫か、あうんの呼吸ですか。そうそうそう、うん、あーんって言ったらうんって言うっていう呼吸でしょ、うん、うん、あうんね、そう、あれは私はもうゴリラをずっと見てるんですよ、動物園で、うん、僕もですね、ドンキーコングのスーパーファミコンのやつはね結構やったんですけども、スーパードンキーコングね、はい、でも今回それはどんなのだったんですか。同じです。あ、これと一緒。はい、今回その一番新しい最新作ということで、一体どの程度こうなんだろう、うん、変わってるのかって僕も楽しみなんですけれどもね、うん、じゃあ早速4の1プレイしてみたいと思います、はい。シーソーレール危機一発、動きがミチップやった、ね、はい、僕がドンキーコングでですね、トモちゃんがティディコングですね。ミチっぽいやつ、はい、名前だったんですね、ドンキーコングですね。うわすごい、行きますよ。あ、なんだこれ、うわ滑るぞ、取りゃ、うわあ、ど、あ、取れるんだね、飛ぶ飛ぶ、え、っていい、うん、どうかな、トモちゃん今どこってんのかな、うん、今奥のステージに行ったよ。 A を攻めて、まだどうやって食べれるんですか、これ。お、食べてみたい。ほんとだ、何ですか、食べよう。これ振ったりするとなんかあれなんだ、アクションがある、ね、よし、おー、あ、これで戻れるのか、はは、ん、それでボンってやってきた方がいいんじゃない。なんかカウント出てるけどどうしたのかな、ともちゃん、おー、あ、出た、よかった、 あ、オッケー、これね、よく出すダメなんだね、きっとね。よし、いいよ、お手上げ、二人ちゃんと来てるね。あ、ジャンプジャンプジャンプ、ここはもうなんかちょっと若干しょうがないかなって気がしてきたな。神谷さんがちょっとある程度言ってから私復活した方がいい、なんかそうずるいこと覚え始めたね、なんかね、うん、スタッフがダメだと。よし、一緒に乗ってあのね、サイレントにやられてくるのやめてくんない一応、うわーとか言ってお口、まだダメ、まだダメじゃねえよ僕しかやってないじゃないかよ。いや、まだね、ちょっと いいタイミング見るからあ、続かっちゃったよ、うん、私いない。おお、まだ落ちるぞ、ここ、この辺で復活した方がいいんじゃないか、そうだね、乗るよ。今までない景色だね、うん、これどうすんだ、あ、どうすんのこれ、あ、向こうに行かなきゃいけなかった、やった、私、今やった、うん、役だった、役だったね、これね、僕もうやられちゃったんで、あら、一人で行って、こっからはダメじゃん、神谷さん、あのね、ボタンを押すんだね、2ボタンを押して、うん、し
先に振っているんだけど、これ結構難しいね。今頃気づいたの？あれ、うん、これ嘘、難しい。うわ、これまた時間かかるなと思ったら奇跡が起こっちゃいました。よし、ワオワオじゃないかんね。これね、なんだろう、クリアできないんじゃないかって気がしてきたな。よし、あ、いなくなったね、ともちゃんね。よし、あ、2匹になった、増えたよ。え、今私どこにいるのかな。いないんじゃないかな。え、いないの。頑張れ、カメラさん。いや、僕もう頑張ってましょう。一応これ2人でクリアしたいんですよ。これさっき僕がやられたところだね。え、そうだっけ。こっちに行かなきゃいけないね。で、ここに乗って、ここに入って、おー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 、あ、復活した。え、やった。ともちゃん、復活した。あれ、あれ、なになに、クリアした。あれ、クリアしたよ、今、私が。私が、ちょっと待ってくれ、俺相当頑張ってさ。頑張って、なん、ぐる、あれ、ゴールかなみたいなところまで行った瞬間にお前復活して勝手にゴールしたよな。あれ、ゴールした。なんか今効果出てきたよね、金の。やったね。一応クリアしたけど、なんか納得いかないんで、今度は金友がメインでこの子をクリアしろや。あ、それモテるんだ。あ、いきなり、敵だからね、ともちゃん。あのね、敵だから。え、それ、うん、今、やっぱ、うっちゃー。あー、うまい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 、あ、うぅ、うぅ、よっしゃー、よっしゃー。どうしたの、次。こうじゃないか。いや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 、入ってる、入ってる。そうそう、合わせて。どうしたの。一番右に行った時に、一番右に行った時に右ボタンを押しながら。よっしゃー。うわ、いいんじゃない。うん、いいんじゃない。うわ、いいんじゃない。おおおお、奇跡的に下のルートに入った。よくわかんない。ちょっと僕もそろそろ復活しようかな。うん、おお、そうだぞ。あれ、左の樽に入ってくれ。そうだそうだそうだ。それで、これは奥に向かってジャンプ。オッケー。おお、すごい飛んだね。うわ、どこ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 行くのこれ。おお、バナナ食べとこう。おお、バナナ食べてくれ。で、豚いる。すごい、チェックポイントだ。どこわかんない。どこどこどこ、これ今度真ん中通るんだぞ。そうだそうだそう、どこ、ここ真ん中通るんだぞ。オッケーオッケー、早いや。上、こう。おわす、超簡単。え、簡単、簡単、簡単、いけるいける。いけますか、うん、一回あそこさ、あの、僕やってみますから、うん、はい、来てください。いいですか。だからボタンを押すなっつってんだよ。おい、バカの一つ覚みたいよ。バチ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 、ボタン押しやがって。あ、トモちゃんいなくなりましたね。え、なんでなんで。トモちゃんいなくなりましたね、残念ですけど。さっきのパターンがあるんで、うん、ちょっとなんかクリアできないかなって気がしてきたので、ちょっと僕一人でちょっと行きますね。この先もどうなってか気になるんで、うん、楽しそう。楽しい。楽しいですね。いいの、楽しい。すっげー楽しいっす。復活した。え、嘘、ちょっと待って、やべえ。あ、来た。イエーイ、ウェイクアウト。ディレクターなんで教えたんだ。復活できるって。いいんじゃないですか。 おいいですよ。おいしい。さあ来た、俺のターンだ。なんでやだ。復活、復活したい。Bボタンで押す準備しとこ
でも押せるように。気になるそのボタン連打してんの。あー来た、あいつ来た。やばいやばい。これもね最大の敵ともちゃんだからね。やったー、はい頑張ろう。OK OK、 よしよしよし。あーここ大変だぞ。これどうなってんの。これ今ね左に、左のあのドクロのついてる樽に入ってる、うん、でボタンを押すと、だから今説明してた最中でしょ。 OK OK、 これは個人的にね、これともちゃんのタイミングに任されてるからね。あー惜しかったね。1個目じゃん。前まで行って最後のでガシッてやられたら、それ惜しかったねだよ。お前1個目の歯でやられてるから。どこでどのタイミングなのかよく、それはともちゃん見極めてよ。いってらよ。あれこれ私食べられてる。食べられてるね。あ、いなくなった。あら、これ俺のターン来たけど相当早いぞ。俺のターン来たの。やだ、復活した。早く、これあれか、バナナを取んない方がいいのか。いいよ、取って復活。ちょっと、バナナを取るとともちゃんの復活のタイミングが早まるんだな。違う、早く。もう絶対バナナ食べないと乗れないからね。100になったら私がいいんじゃないかな。そうなのかな。あれ取んの怖えな。早く取れなよ。緊張感が、緊張感がプレッシャーに負けた。ちょっと。え、おお、おお、おお、これだぞ。さあ、どうぞ。私いる。相手ちょっとして。逃げ。逃げ。理想としてはあの歯の中にあるバナナを取ったところで100個になるっていうのが。ちょっと待って、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 バナナね。こそバナナ1個になるかもしれないから、なるかもしれないから。ほらあった、取っとこう、取っとこう、こういうの取っとこう。1個のバナナになる。重要重要。あれ私いないじゃん。いないね。これちょっと待ってよ、これ叩くだろ。いっちゃうな、これくぐったらいっちゃうな。俺さっきこれでプレッシャー負けたんだよな。頑張れ、いいもん、プレッシャー勝った。あー、だめだ、浮かんでした。スタッフがここで逃げて、逃げて。あー、これは俺のターンだが、果たしていくつあるのか。うわ、この個数で100いくのか、これ。あ、やべえ、やばいぞ、本当に。頑張ってよ、はやくん。これ、中にいるのかな。私いる、嘘。ちょっと何かな、うん。真剣度が半端ねえ。まだこれで足んないや。これ、これ足んないんだ、多分。これでも、まあちょっと僕のタイミングで一回行ってみますけれども、ませんね。いないからダメじゃん。ダメですね。これはそれできるからね。よしよし、さあ来た。さあ来たぞ。待って、さっきのタイミング思い出して。わからない。わからなくないだろう。さっきクリアして見せただろう、ここ。いや見てなかった。なんで見てないんだ。はいはいはい、よし、やったー。頑張った。頑張ったね。
いや私一人で活躍したね今ね。また必ずですねこのメンバーでどこかでこうお会いできるような、はい、風なね機会が得られるように、はい、今後も頑張っていきたいと思いますので、はい、まあ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、はい、ファミ通 TV ジャンボ、お相手は神谷博士と金田智子でした。危ない危ない、台本どこやってんのか、急に振らないでくれないかしら。ずっとやってきたことだよこれ。急に言われたからびっくりしちゃった。本当ね、うん、ということでファミ通 TV ジャンボ、お相手は神谷博士と、ファミ通 TV ジャンボ、お相手は金田智子でした。なんでさ余計なこと言ったの。ファミ通 TV ジャンボって言ってんのは僕だけで、あなたはお相手は神谷博士と金田智子でしたでいいんだよ。いや、なんでお前最後おいしいとこ取っていこうとするんだ。私もジャンボの一員ですから。まあそりゃそうだよ。でもここはもう2人にかかってんだよ。ファミ通 TV ジャンボっていうのは2人にかかってるわけ。そう、国語の問題、まあ、自分も言わないから気が済まないのね。じゃあいいよ、あなた先言っていいよ。じゃあ、ということでファミ通 TV ジャンボ、お相手は神谷博士と神谷博士でした。また必ず、またそこやりたいのね。そこやりたかったんだ。あーそうなんだ、うん、ごめんね。じゃあそこやらせてあげるけれども、うん、ということでファミ通 TV ジャンボ、お相手は神谷博士と神谷博士でした。また必ずお会いしましょう。バイバイ。これ聞いた。